選手たちがこのコーナーキックに臨みます。早くやれ、向こうのマークがね今、はい、ルーズですからね、はい、早めにショートコーナー、今日初めてのショートコーナー、本田低いボール、ハンドハンドだ、 PK だ、 日本に PK だ、 PK、 そしてイエローカード、17番マッケーにイエローカード、日本が PK を獲得。ボールを掴んだのは本田圭佑、本田がボールを掴んでいます。本田が勝負を決める覚悟を見せています。今のシーンです。本田のこのクロスに確実に手に当たっています。さあ日本、土壇場で土壇場で PK を獲得しました。アディショナルタイムは3分、もう後半45分は経過しています。時間を考えますとこの本田の PK に日本のワールドカップ出場は託されました。5大会連続ワールドカップ出場に向けて日本中の思いがこの本田の左足に宿ります。